ジャッジ MCU のレトロゲーム、はい、真剣、本日は皆様に紹介したいファミコンのソフトが1本あります。猫のゲームなんですけど、で皆さんが思うファミコンプラス猫イコールだとじゃん、おにゃんこタン、違います。もしくはガーフィールドの一週間、違います。本日紹介したいファミコンタス猫イコールそのソフトはそう、キャット人間テヤンデーテクモさんから、発売されたファミコンソフト。こちらテレビ東京、1990年にテレビ東京で1年間ぐらいやってた、アニメです。それのファミコン化。ということで、こちらを紹介していきたいと思いますので、ぜひ見てください。はい、始まりました。ファミコン専用ソフト、キャット人間テヤンデー、テクモさんの作品です。まあ、聞いての通り、オープニングからアニメのオープニングテーマがかかる、完全に歌っちゃうタイプのスタイル。もうこんなのはね、めちゃめちゃ上がるよ。ゲーム前から上がる、ゲームプレイ前から上がるってやつですね。で、ゲームスタート。ゲームの前にちょっとお知らせです。ゲーム中にスタートボタンを押すとお助けメンバーを呼ぶことができます。あーい、力の神、特定の岩を壊せます。あーい、ゴットン、土のあるところを掘り進みます。あーい、見えとる、一定時間空を飛べます。あーい、ネッキー、水の中の動きはメンバー1です。でね、こんな感じで先にチュートリアル的なことをね教えてくれるんですよ。これもねファミコン後期ならでは。早速ラウンド1、宇宙人エドポリーに現る。ここは天下のエドローポリス、数多くのアニマロイドが幸せに暮らすパラダイスであつと。だがある日、突如現れた宇宙人にエドロポリスは襲われたのだった。テヤンデー、宇宙人だかなんだか知らねえが、秘密忍者隊ニャンキーが青っ払ってみせるぜ。全然声似てないけどね。つか寄せてないけどね。誰で出動しますかセレクトできるんです。まあ主人公のやったろいきますわ。はい、始まりました。ステージ1、ステージ1だけあって、難易度もイージーです。全体的にこのゲームイージーだったような気がします。とりあえず進めていきたいと思います。グラフィックもねファミコン後期だけあってきっちり、ドットが描かれてるかなと個人的には思っております。でアイテム取って、さっき冒頭でも言われた仲間を変える、力の神に変えて岩を崩して下に行く、このスタイル110、こういうの大好きっす。で、何やらこの刀持った強そうなのいるでしょ、弱いの、よくあるね。で、どんどん進めていきたいと思います。で、またいたね、この弱いの、で、ここをねさっきみたいに、いや、こいつじゃない、こいつじゃない。ゴットンか。ゴットンに変えて、このところをどんどん掘っていく。このスタイルも何回も言うけど、110。で、ハートを取るんだけど、やったのに変える必要なかったか。で、また変えるもんね。ゴットンにね。ここで、やったろに変えた方が楽っちゃ楽だね。いや、全然楽だね。で、ジャンプしてはしごに掴まれるこのスタイルも大好きでございます。で、上登っていく、あった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 。で、上に忍びって書いてあるアイテムがあるよね。これどうやって取るかっていうと、ジャンプじゃ届かないからキャラ変えて取って、やったろうに変えるって。
この11感がいいね。というかあのステージ1、まあ、ゲームだけれども、これ自体がこうチュートリアルになってる感じだと思います。でこの弱いの倒してまたキャラクターを変えて力の進化で、ああ違うババンと割る。でここはもうやったろうに帰ってはしごに登って上に行くと地上。いいね。でこれ猫じゃないで、メタルで忍者じゃない、もういいよね。可愛いし、メタルでも硬いし、忍者ですばしっこいし、もういいとこ取りで、ここボスになります。宇宙人騒動はおめえらの仕業か。来たな、幕府のいるのもめ。ディアンディ、オイラたちは猫だい。いいよ、お前らなんぞ我らカラカラ一族の敵ではない。やれ、パッパイラ一号。でここで第一面のボスとの対決になります。でこのボスね、めちゃめちゃ弱いんです。あの首元につけてるドクロペンダントトップみたいな、あれをひたすらこうやって打ち続ける。攻撃も超甘いしね。あっという間、ほらもう終わった。弱い。おどれ覚えていろ。飛んでったね。天下無敵の大勝利。こういう感じいいね。失敗したのね。次こそ我らカラカラ一族の手でコーンの神様を将軍に。ヤンキーによってエドロポリスの平和は守られたと。だがカラカラ一族の攻撃はまだまだ続く。で第一面クリアで、次第二面、であれだね、ここから面をセレクトして、行くんだけど、まあ、この続きはねまたいつかどっかでできればなと思います。ありがとうございます。はい、プレイしたのはキャット人間テヤンデ、テクモさんから出たファミコンソフトでした。なかなかね、まあ、一面だからイージーだけど、いや全体的にイージーだったような気がします。そしてね、全体的に面白いと個人的には思うんで、ぜひ機会と機会がある方は、挑戦してみてください。ちなみにこのキャット人間テヤンデ、相場で2000円でお釣りが来るぐらいで、もちろん裸ソフトですけど、買えると思うんで、そちらの方も、お知り合いください。ということで、また。